買ってまいりましたか。買ってまいりました。とりあえず今日夜の長崎チョコ、エギングですね。エギングチョコですね。これちょっと恥ずかしいけど、お兄ちゃんとお揃いのバッグ、そうですね、買っちゃいましたから、ね、お揃いです。これ使いやすいですよ。はいはい、サイズ感も。何しろ僕これが夢だったんですよ。これお兄ちゃんの見てて、いいな、いいやつ持ってるんだよなーってなんでいいやつ持ってるんだろうなーって思ってたんですよ。何その透明なやつはと、エギが一瞬で見れるやつは俺にアンガーヘボかやつ渡しといてこのこれこれなんでピンクやと、恥ずかしいと。いやちょっと待って、こうみんな驚くと思うよ。これエギングする人が多分動画見てくれるんで。いやこの今この時期このタイミングで、いや悪くない、全然悪くない。いやこれはこれは選択するその渋さ、センスの渋さ、はい、すいません、ちょっとなんかね感動した。でもシャローが映ったやろ。はい、うん、これ一投目でなくすと思います。シートベルト着用しな、着用しなさい、着用します着用しました。評価がいいですね。いや本当素晴らしいですよ。わっしょいわっしょいですよ。行、はい、けいいっすよ。行け、行きます、行け、すぐ行きます、行け、はい行きます。来たぞ、もうミッション答え怖い。いつも俺だけこうなる。携帯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 ほらビシュビシュしておいてして、タオルタオ ル, タオル、テンションが上がっております。はい、うん、ものすごい、すごいポテンシャルが痛い、なんか住みたい、住みたい、ここ住みたい、どこ、ここに住みたい、いそうでしょ、そこベントリー住みたい。当たんの、当たってないのかしら。ボトムじゃないの、ボトムよ、ボトムなのね、ボトムよ、あ、当たる、上がかってるじゃないの。ちょ、無理って、ほら、うわー、無理でしょ、うん、手の持つとこのもないもん、ないです、ね、うん、そう上にあるけどね、ちょろって足そこそこ、うん、そこ手はそこやね。やばか、絶対落ちる、絶対落ちる。いやもうこれ使うのか、うん、もう使った方がよかよ、これ携帯とかも濡れたら知らんけんね、あんた戻ってこないよ。落ちんやったな、動画撮って、おっさんの優勝は見とけよ、お前ら。痛い痛い、足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 痛い、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 痛い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 、あ冷たい、あ冷たい、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 痛い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 、どうした、どうした、本郷先生来ましたか、まだどうするんですか、どうします、あげましょうか、僕が、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいね。あーなかなかいいサイズですね、これはバレないけど切れない、いや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 、写真も撮らんばでしょ。いや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 、マー君はここでお別れになります。今日は俺も帰ります。デュエルのサポーティングをサポりましたか。はい、サポりましたんで、はい、見てます、デュエルの、デュエルの社員さん、私が釣ったんです。こんなパチクリ様で釣ったんですよ。下まつげが長いんだから。もう2020年ね、幸先いいじゃないですか、はい、いいと思いますよ、はい、今年はまあでもね、エギングアジング今のところね、この2つメインになってるけど、うん、ちょっと別の釣りもいろいろですね、やっていこうと思うんで、アジを釣ったらそのアジの泳がせでも面白そうだし、いやしたいですね、そうだ、マトリョーシカ開けたら大きくなる、逆か、ちっちゃくなるか、帰れはよ、帰ら、おるぞ、もう一発言うなら帰るけんな、帰れ、帰るぞ、帰れ、忘れ物なかことね、お尻セレブなるよ、お尻セレブ、何のために買ったのこれ、お尻セレブの、またずれしたらいい、お尻がよ。息ついて速攻買った商品です。マジで。すいません。気をつけて。お疲れさん。
崎の有名なかまぼこですね。江坂かまぼこって、いろいろなかまぼこね、ご当地のかまぼこ食べてきたけど、ここのかまぼこが一番うまいです。地方発送受けたまりますか、輸送もしてくれるみたいなんで、気になる方は電話してみてください。マジうまい。あったかい、熱々なんでしょうね。さっきのかまぼこですね、1枚おまけしてもらいました。ありがとうございます。さすがかまぼこさん。これね、保存も効くんですよ。1枚ずつラップにくるんで冷凍して、で食べるときは水をねつけてね、レンジでチンするだけでもう出来たてとほぼ変わんない。プリプリ、甘い、もう素材の味みたいな感じですね。マジうまい、うまい。ウェブとかあるんかね、ウェブサイトとか。オフィシャルのホームページはないですね。地元の人もね、多分しきみかまぼこって言えば長崎市内に住んでる人は多分ほぼほぼ知ってるんじゃないかな。しきみっていう地区があって、その地区で作られてるかまぼこをしきみかまぼこって言うんですけど、その中でこう店舗がねいくつかあって、僕はこの江坂かまぼこが一番うまいと思います。かまぼこ最高。